イルカパーク。Hey guys。泳ぎます。やりますね。着替えさせられましたよ。はい、もうこれがねメインと言っても過言ではないです今回。まあイルカ触れ合い施設ですからね。はい。まあ、いつもねアシカといろいろ遊んでいるけれども、うん、イルカと上手に遊べるのかいということですね。でインストラクターはドルフィンスイムプロアイミョンです。お願いします。お願いします。まあ、ここからはもうお任せしますんで、私口は外でぼやぼや言うてますんで、はい、この髪型で大丈夫でしょうか、はい、大丈夫ですよ。ギリですね、はい、もうお客さんと同じルールで、もうね任せます。今からルール作れます。今からルール作れます。はい、今ルール作りました、はい、お客さんはまだ別ルール、まだ別ですからね。はい、これは24度です。24やろ。気温がね25、6度で23、4度なんですけど、これが本当一番いいんですよ。この10月上旬が、はい、彼はね冷たい冷たい、ここが一番いいね。マジいい日に来ましたよ。ほんまに。しかもこれはねちょっとあのまあ文句言いたくないんですけど、ブカブカなんですよこれ。S サイズがないんですよ。ブカブカではないですよ。マルノンの M じゃないねお前。S。いやこれも水深も深い、9メーターって言ったら9メーターぐらいですね今、まあ、一発目で入ってすぐは寒いと思うんですけど、うん、1分2分すればもう極楽ですから、はい、まあ、これもブカブカなの。それは調節できますんで。、はい、横を引っ張って、はい、こうやって海に入るとあのめっちゃ久しぶりやで。ああそうですか、うん、プールはめっちゃ入ったけど、ああ普通の自然の海ってことですね。そうそう、あ確かにね、野生だね。野生。OK です。はい、じゃあ、はい、ドボンしましょう、はい、せーの。やあ。おー、冷たい。あの普通はねあんまドボンしない方がいいですね、イルカちゃんビビっちゃうんで。あすいません。じゃあ浮きます。はい、もうここからはもうお二人に任せますんで。あ、来ましたね、イルカ。もう逆向きになってもらって、水中を見ながら撮っていきます。昨日、おとといとね、普通の一般のお客様がドルフィンスイム体験されてるんですけど、めちゃくちゃ上手に遊べてました。はい。イルカと親友ぐらいになってましたけどね。だマルノンがどうなるのかっていう感じですね。あいみょんにはね、あんまり何も伝えてないんで、こうしてくれとか、マルノンだからこうしろみたいなの何も言ってないです。もう二人の完全なるアドリブでやってますんで。風もあんまりなくてね、水温も気温もちょうどいいんでね、もうベストタイミングですね。はい、今未来ちゃんに近づいていってますね、まあ、ゆっくりじわじわね近づいていってますね。これで手伸ばして、未来が嫌だったら向こう行きます。はい、これちょっと逃げたでしょう。これがちょっと嫌だなって感じですね。このドルフィンスイムはね、まあ、フリースイムっていう形をとっていましてですね、なんか餌とかを使ってねイルカをコントロールしないんですよ。だからもう今イルカたちが自由な時間なんですね。イルカたちのお部屋にお邪魔をして、遊びたい人はこっちで一緒に遊ぼうぜ、で遊びたくない人は向こう行ってくれみたいなね、そんな感じですね。で遊びたい人だけこっちに来て遊ぶみたいな。だから常にイルカたちに選択肢があるんですよね。なんかそういうプログラムがいいなと思って、素敵やなと思ってやりだしました。だからね人によってねすごい差が出るプログラムです。上手に遊ぶ人はねめちゃくちゃイルカもハイテンションになって一緒に遊びますし、全然上手に遊べない人はねもう本当にもう全然近寄ってこないみたいな、ね、時もねありますね。お、未来ちゃんがおもちゃを使って遊んでくれている。
はい、今おもちゃを持って未来が引っ張ってくれてますね。で、普通のお客さんだったらもう5秒10秒したらすぐ離すんですけど、彼は頑張ってまだ持ってますね。どっかにいます。こっち出てきた。すごいわ。どうでした？いや、めっちゃやっぱ力えぐい。ああ、人生初めて私スピード出してくれた。でも多分ね、未来ちゃんちょっと焦ってたかもしれない。こいつ全然話しませんなんて。確かにそれはあるね。いつも話すタイミングで話さないと。なんやこいつって感じですね、未来ちゃんは。今のがね、楽しかったらもう2回、もう3回、もう4回ってやってくれるはずですね。で、これが楽しくなかったら、あ、もう嫌だっつってどっか行くはずですね。で、今見てたら、今マルドンがね、また未来に接近してますけど、はい、ちょっと逃げましたね。そうそう、おもちゃをね、奪い取るんじゃなくてね、渡してもらうのが大事ですね。このドルフィンスイムで大事なのは、自分がこうしたい、ああしたいっていうね、自分の欲求を満たすのではなく、どうやったらイルカたちが楽しく一緒に遊んでくれるのかなっていう、そのイルカの気持ちを考えるっていうのがもうめちゃくちゃ大事ですね。もう自分の欲求感情は二の次で、どうやったらイルカたちが快適に楽しく遊べるんだろうみたいなのを考えてやると、結局はね、一緒に楽しく遊べるっていう感じです。また行った、また行った。彼は息が長い。あのね、耳抜きが多いですか。めっちゃそこまで連れてちゃんと耳抜きしてくださいね。ああ、9メートルあるんで。JB も来ましたね。見慣れないやつがおるなと。ちょっと未来も待ってる感じありますね。あ、今優しいですね。ワンポイントアドバイス。ね、もう思いっきり剛速球で引っ張るときと、もう超優しくね、もうよいしょよいしょっていう感じで優しく引っ張ってくれるときと、ね、2種類あるんですよ。なんか人によってね、使い分けてるような感じもしなくはないんですけどね、はい、なんかマルノみたいな人が来たときはもうゴリゴリにスピード出して、ただね、なんか女性の方とか子供とかの時はなんかよいしょよいしょってゆっくりねやってるような感じがしなくもないです、はい、真意は定かではないですが、はい、いや長いね、これにしてもずっと持ってるね。ずっと持ってるね。楽しい。楽しい。ずっと持ってるね。めっちゃ楽しいんだけど。多分ね、今最長記録出ました。ずっと息止めとかないとなんですか。やっぱり未来ちゃんも呼吸せないから上がるわけ。そうね。その
タイミングで自分も呼吸するの楽しい。呼吸するのは難しいですよね、これ。うん。ほんでね、やっぱね、俺が引っ張られてんの他の床みんなおもろいやん。めっちゃ、そんなの必死で泳いでくる。他の床どんな気持ちなんでしょうね。ちょっとおもちゃ足してみますね。なんか引っ張りやすそうなおもちゃ見繕ってきますわ。おいおい、ワールドはまた潜ってます。すぐ取りに来たね、ジェイビートスカイ。やっぱり未来がずっと持ってたからくれって感じでしょうね。これ丸の1個ずつ持ってます、誰でも。丸のの取り合いならこれ未来ちゃんすごい渡してくれ。もう両手に持ってください。両手引きちぎられる。昔の拷問みたいな。昔の中国の処刑みたいなね。そうでしょ、うん、ちょうどいいんですよ、これが。ほんで、やっぱり9メーターあるからさ、はい、遅れば暗くなっていくわけ、はい、ちょっと不安になる。ああ、どこにいるのか分かんなくなりますもんね。分かるわ。ああ、いいね、もうアプローチの仕方が分かってきたね。遊んでおります。お客様そっちのけで。こっちは JB ですね、はい、JB アイミョンが遊んでます。こっちではマルドンスカイが遊んでます。さっき遊んでくれなかったスカイと JB がやっと俺たちの番だぞ。俺たちも遊びたかったんだと。どうですか皆さん、めっちゃ素敵じゃないですか、これ。これが見たかったね。このプログラム作った時、いろんなところでイルカスイムとかってやってるでしょ。ただね、あれね、ほんまにイルカって楽しいんかなと思ってたんですよ。餌使ってね。でもこれね、餌使ってないでしょ。でも自由なんですよ。来たくない子は混んでええんですよ。今来てるのはもう来たい子だけ、やりたい子だけ来てるんですよ。でこの遊ぶのが楽しいからここに来てるんですよね。これ人もイルカも楽しいプログラム、もう素敵じゃないですか。素敵やん、めっちゃ素敵やん、素敵な世界やん。この絵が見たかったね。人も夢中やもん。もうさっきまで丸のちょっとカメラ意識してコメントとかしてくれてたけど、もう忘れてるもん。もう撮れたか十分でしょと、10分ぐらいあるでしょと、もうええやろっていう感じやもん。素敵やん。でもあいみょんももうええやろと。はい、もうトレーナーもお客様そっちだけで遊んじゃうぐらい夢中なんでしょ。素敵やん。こマジほっといたらもう1時間ぐらいやってばんな、これ。ちょっとね、イルカのテンションがめっちゃ上がってさ、はい、エスカレートしすぎてるかも。
あの、めっちゃ私きついけど、ちょっと危ないかもしれない。もう楽しくなってますね。立場が逆転、イルカが引っ張る。こっちでもすごいことが起きてる。えぐい。カロリーえぐいっすよ。今のね、未来っすね。未来ちょっとあの怖いわ。未来強いっ す, 早すぎるわ。未来は強いっす。マジビビるき追いつか。でも危険を感じたら手を離してくださいね。イルカの速度に合わせると危険なんで。そう、マスクの中水入んねん。これあのスカイプ以外がいいな。JB っす。帰りの選手がスカイ君と。さあ、丸のなんか別の遊びを誘ってますね。なんか引っ張るんじゃなくて違う感じで遊びたいなという感じでしたが、結局引っ張る、結局引っ張る、で結局潜る。どこから出てくるか、多分この辺、こっちやった。はい、皆さん一旦集合です。あいみょん選手、おしまいです。おもちゃしっかり回収して帰ります。はい、おしまいです。どうでした？いや、すごい感動した。感動した。いいことだ。これ普通はね、はい、まあお前撮ってる時に喋ったかもしれんけど、はい、普通はねトレーナーが全部コーディネートしてプログラムって構成されんねんけど、そうやね、これもルールないよね。そう、プログラム構成がもうお客さんとイルカ任せっていう、お互いに信頼してないとできひんよ。そう、ほんまそう。トレーナーもお客さん信頼せなあかんし、でイルカのことも信頼せないかんし、だからなんかすごい、その遊んでる中でもルールがそのお客さんとイルカの中でできてくるっぽいね、うん、最初ルールがお互い分からへんから、おもちゃもどうやって掴めばいいのかとかさ、うん、おもちゃをどう渡せばいいのかとか、どこを掴んでどんな遊びになるのかっていうのは分からんけど、それをイルカがなんか提案してくれんね。ほんまにそう。な、なんかイルカのことをより考えるじゃないですかこれ。うん、トレーナーに言うこと聞いとけばいいやじゃなくて、どないしたらいいんや、俺から入りますから。ほんで途中で提案することもできるしな、こっちが、うん、こんな遊びしようって。いや、非常にこれは面白い、うん、これあのぜひイルカパーク、あの来たらお客さんこれやるべきですね。やった方がいいです、これはもう。今回はどうでしたか、点数。もう100点です。100点ありがとう。いや、なんか興奮しとる。なんか興奮しとる。楽しかったな。楽しかったですね。すごい楽しかった。いや、これはぜひ参加しちゃうといいんじゃないですか。はい。もうやるとしたらもう9月か10月か6月がおすすめです。あ、ほなもうあれ6月かな。6月、来年の6月に来てください皆さん。これすごいわ。これ
超嬉しいやろな。いや子供は自宅で。そうなんですよ。大人の方がね、方がおすすめです。そうやな、子供楽しくなっちゃうもんな。で参加のなんか対象みたいなのは、一、うん、人で泳げる方は全員大丈夫です。あはい、全員大丈夫です。ただウェットスーツの S サイズはないです。はい、あの女性用はね S があるんですけど、男性用は M からですからね。はい、まあ、探せば MS とかあったんですけど、もうめんどくさいんで M 渡しました。あそうなんや。まあでもこれも今日は100点でしたけど、明日やったら20点かもしれないんで。まあそうやね、イルカの気分次第。そうなんですよ。はい、だから今日はもう100点完璧でした。ちなみに おいくらなんですか。これ1万5000円です。1万5000円、はい、やるべきですよ。これはちゃんと営業してくれてる。いやいや1万5000円、これ何分間ですか。これ大体15分25分ぐらいです。25分で1万、はい、いや俺もっと6万ぐらいかなと思ったんだけど。だから泳ぐだけじゃないですか、うん、その前に10分15分イルカとちゃんと触れ合うっていうパートがあって泳ぐですから。もう抜かれました。じゃあ次から看板とかに丸のおすすめって書いておきますわ、右下に。あのこうやって、はい、反抗しておきますわ。いやでもこれねほんまに楽しいわ。俺生まれて初めて水中であんな速度で移動した。確かにね、確かに。あの度胸いるよ、うん、あのどんどんこうぐわーって暗くなっていくしね、見えなくなっていくし、上手にせんと。でも話すのは人次第ですからね。うん、未来ちゃん途中でちょっと鬱陶しがったかもしれない、うん、全然話せへんやん。なんかすぐ話しすぎてもイルカも面白くないんで、なんやねんつってどっか行っちゃうんですよ。これねもうあのイルカと一緒にパーって呼吸するのあれ最高やね。これこう捕まってることに夢中に最初はなってたけど、ね、途中は捕まってこう横見たりとか余裕出てきた、はい、ね。すごいイルカでした。私イルカでしたね。仲間入りできました。はい、はい、素晴らしい作品、素晴らしい、ありがとうございます。こちらこそ。はい、ということで泳いでみたら100点でした。ありがとうございます。楽しかった。ではこの動画はこの辺で、ジョーボード。あ、待って着替えへんの？トウって。着替えます？着替え。あ、まあやりましょうかね。なんかやりたいのがあるらしいんで。じゃあやりたいのあいみょんかね。はい。あいみょんがえあれやりましょうよって言ってきたから、マジやで、ね、マジやで、ね。だからやろう。はい、どんな風にするの。冬はだいたいジャンプですか。 OK、 じゃあ掛け声お願いします。飛ぶんで。そしたら泳ぐの終わったんで着替えましょうか。寒いです。ちょっと寒いです。はい、はい、早っ。せーのどうぞ。せーのはい、ジャバロー。